無茶なことは分かっているさ。11月1日の追加カードからノーマル会員紹介するよ。スペックは、ミコスやり4分の7と数値は、普通ながら、先陣気合とやり兵にとって、強力な2組を所持。序盤は、5分の8気合になるから、特に込みなら、優秀なスペック。強力は、指揮後の超絶強化で、武力プラス5に速度上昇が基本効果。さらに戦機に使用なら、混沌、戦機使用後は、兵力プラス25のどちらかの効果が追加され、効果時間は9カウント。個人的には、混沌側がお気に入り。終盤ほど回復効果が必要な場面が出てくるし、戦機が絡むような場面では、欲しい方の追加効果を狙う使い方もできるから、便利な計略。黒の2コスト槍は、鬼子島や坂でのいる敵戦区やけど、計略で対応できるレベルと思うよ。今回は、装備に速度速度槍長さを使用、いずれ厳選できるようになれば、混沌系は、槍長さ3つ装備させることができるし、そうなればより強みが出そう。見えました。見えました。戦況に応じて形を変える、それが戦よ。目がよろしい。我が輩が相手しよう。無理は禁物ですが。こんなこともあるでしょう。着信元就様、お達者で。おのれ、やはりお前は容赦はしない。お達者で。リュウハ発動。三の方、見えました。危なかったぞ。準備は整っていますよ。見えました。いざ出陣。打ち抜け。戦況に応じて形を変える、それが戦よ。俺たちに退路はない。突き進め。戦機二の肩。狙われています。身を隠され。お達者で。熱い希望をつなぐ。決める。おのれ。
やはりお前は決める。バカだ、この俺が敵陣はどっちだ。無理は禁物。打ち抜け。元成様、お達者で。こんなこともあるでしょう。さっきの場面でお相手が戦機使ってないってことは再帰系やから、深入りせず兵力を整えて余力のある安田だけゲージが溜まる位置で待機。危なかったぞ。見えました。貴様も道連れにしてくれる。打ち抜け。こんなこともあるでしょう。見えました。無理は禁物ですね。打ち抜け。突進。突撃だ。セブロ。突撃だ。宿業は拭えない。今回は2試合やるよ。黒き道を行こうではないか。よろしい、我が輩が相手。突進。退くわけには。突進。流派発動。一の方、なかったぞ。いざ出陣。おい、ついさん。戦況に応じて形を変える、それが戦よ。セブロ。退くわけには。敵陣はどっちだ。セブロ。いえ、我が罪は償う。流派発動。三の方、なぜせっかくの良い流れをガタッと台無しにするのか、これがわからない。
名前へは切り替えてこ。お相手のデッキは向上力が高く創作のカウンターもあるから消すタイミングは大事。撤退するまで居座ると落城の恐れもあるから白鬼の復活前に帰りたい。任せて。土佐の民よ、この一瞬に全てをかけるんだ。先陣は拙者じゃ。行くぞ。ぬわぎゃ。戦況に応じて形を変える、それが戦よ。私の愛した土佐をお守りください。ステルハ発動。二の肩狙われています。身を隠され。お立ち立て。打ち抜け。行くぞ。やっちまったか。つまんないな。敵陣はどっちだ。行くぞ。戦機開放。打ち抜け。いざ引っ立て。我が罪は償う。退くわけには。俺たちの力を天下に示す。打ち抜け。悪魔め。ぬわぎゃー。くせ者。やっぱりあなたと一緒がいいな。くせ者。敵陣はどっちだ。行くぞ。己、やはりお前は戦況に応じて形を変える、それが戦よ。行くぞ。つまんないな。ぶっ倒れるまで突っ込むぜ。やっちまったか。退くわけには。突進。ご視聴ありがとうございました。扱い安く、デッキの制限もないから、いろんなデッキに採用できるおすすめの一枚。